うお、まぶしい。ふはーはーはは、完璧だ。いいな、てめえ。いいのだ。あ、なるほど。この身を捧げるってのは、そうだよな、肉体口当てちゃう。この身は捧げられないか。ここに例のご候補士だっけが入ったと。そうか、この体はそんな名だったな。様子がおかしい。やつは自分の身を器として我が魂を宿したのだ。我は邪気界の創始者であり、神妙なる第四名字五光法師である。さて、大戦争の準備運動がてらに相手をしてやる。いや、ここでイベント一旦終われ。うん。で、6名行け、6名。カールさん、きっと、これがジャキカイトの最後の戦いになる。ああ、ここで、最後の最後ではやっぱふざけられないと、うん、正しい姿だと思います。カールさん、トゥンク。私も同じ気持ちだよ。もののけたちも、ここまで一緒に頑張ってくれてありがとう。ピキー、ユー、ワンワン。私ね、まだまだ出会ったことのない、たくさんのもののけと出会ってみたい。俺も、まだまだいろんな子たちのお世話をしてあげたいの。そしてこれからも、カールさんの力になりたいし、応援していたい。ありがとう。あ、それにまだ、東京で食べれてないのとか、知らないこともたくさんなんだから。だから、その、絶対に、みんなでお家に帰ろうね。おうよ。第四名字の力、思い知るがよい。バトルかこれ。行くぞ。あー、バトルだ。おー、なんか、へえ。同じキャラだけど、見た目がもうがっつり変わった。へえ。いけるかなこれ。行くけど。またオート任せっていうね。プレイではありますけども、大丈夫大丈夫。オートで何とかなるのも、ここまでレベルをちゃんと上げてあるからっていうね、ところもあるし、いいキャラ引けたっていうところもあるし、うん。痛い痛い。結局やっぱオロチが強えな。まあ向こうはもう式神で妖力使い切ったから、逆にね、式神ばっかりやってくれた方が助かる。妖力ないから全然ね、ダメージが増えないし。いや、連戦はちょっとビビったけど、なんとかな。お、やった、文字数増えた。おー、これでマッスル宮崎さんとかいけるわ。8文字ってあと誰がいるかな。グオー、びっくりマークハテナ、びっくりマークハテナ。我が負けるなどありえ。力派、あ、違う、かはすいません、本当になんか何も考えず読んだら本当に間違えた。しまった、妖力を使いすぎたか。勝負あったな。やったよー。カラさんの勝ちだ。物のけたちも最後まで戦って立派だったよ。グス、あ、かっこよかったよ。くこのままでは体の方が持たぬか。かくなる上は、あの抜け殻の女の器に。やめて。やだよ、マメコさんと戦うのはやだぞ。てめえふざけんなよ。そんなことさせるか。くさしパンチ。あ、ダメだ。無駄だ。くそんな。くっそー、やめろ、マメコに触んじゃねえ。あ、血が出てきた。不死身の我を倒そうなど、少子。いや、お願い。なんだ、謎のパウアに目覚めた。ん、俺が。カールさん、カバンの中何が光ってる。え、 LED の何ライトかなんかか。ん、なんだその光は。それ、あ、お守り。琥珀さんがくれたお守り。この忌々しい輝き、間違いない。なぜ貴様らが封印札を。はあ、
よかった、いいもの持ってた。封印札。バカな、バカな。なぜ貴様のごときが封印札を発動させられる。え、何、川田さんなんかすごい人だった。川田さん、一緒に唱えよう、おまじない。あ、手と手を取り合って、滅びの呪文を。違うダメダメ、君を乗せてがエンディングテーマで流れちゃう。グオー、川田やれやったー、やる。お、なんだバトル、違うよな。進む、みんなで一歩進む。あ、違う。え、なんで、あの、フィールドっていうか、あの画面が出ちゃったんだ。デフォ画面だからかな、この、ダンジョンっていうか、クエストに入ってる時の。うん。そして、マメコさんが、うん。マメコ、気がついたのね、よかった。私、今まで。お前が俺をかばって、魂を抜かれていたんだよ。ガキの頃とは、もう違うんだ。お前には散々守られてきたから、これからは俺がお前を守っていく。ヒュー、プロポーズ。草しくん、俺のそばから離れんじゃねえぞ、めんどくせえ。二人ともよかったね、おめでとう。お前らにも礼言っとくよ。ありがとな。だが今日からはまたライバルだ。俺はいつか必ず世界一のポケモン、違う、物の消しになってやるぜ、めんどくせえ。結局めんどくさいのね、おかしい。カーラさん、私たち五光法師の魂を封印してついに邪気界に勝ったんだよね。怖い思いもたくさんしたけれど、みんなすごく成長したと思うの。それでもこの世界にはもっとすごい物の消しがいる。ねえ、レベルね、もう何十も言ってるし、段位もね、満単位言ってる人とかもいるからね、あのあたりの物の消しにはちょっとかないそうにないかな。そう思うと、私たちも負けてられないよね。物の消しになったからには、もちろん目指すは闘技場の王者。だよね。サンバのリズムを刻む。あー、またサンバ。またそのリズム刻んでる。もう、私それ知らないんだってば。またスプーン曲げてる。どういう状況なの。シャカ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 しながらスプーンをクイッと曲げて。いや、それは本当にすごいんだけど。なんで急に始めるのかがちょっと。あ、はいはい、お腹空いてたのね。玉ねぎ本当好きだよね。刻み始めた。で、今度は目を離した隙にカツをあげてるよ。もう何者なの。俺もののけなんじゃないけど、私実は一度カツ丼を食べてみたかったの。ね、カーダさん、私にもカツ丼くださいな。玉ねぎは伏線だったのか。なんでダメなの。たくさんあるからいいんじゃない、ケチンボ。あ、逃げた、待てどういう話だったっけこれ。あいつらほんと仲いいよな。めんどくせ。ほんとね。私たちも帰りましょう。待てー。満面の笑顔。おー、ということでストーリーモードはこれで終わりか。チームなめたけの面々、まずは8文字を使って新しい実況者もののけを誕生させないとな。8文字レベル誰がいるかな。他エンディングを見ながら思い返しておこう。あー、このもののけかわいい。人型はちょっとやっぱ惹かれるね。てかまだ召喚できてないもののけたくさんいるからな。マックスだ。これビジュアルいいよね。スペシャルサンクスの中にも知ってる、うん、ゲームクリエイターがたくさんいる。さあ、ここで終わりと見せかけて、ここからが本当の戦いですな。闘技場にチャレンジするならいつかチャンピオンになりたいよねと。うん、
プイっておまじないの中に入れると妖力の高いもののけが口寄せできる。プイ、プイのつく実況者誰かいるかな。インっておまじないの中に入れると体力が高い。へえ。他なんかない？で、あかねちゃんツンツンすると255回つくとなんか激怒するとかないかな。じゃあまずは2人召喚してみようか。じゃあさっき名前を出したマッスルさん、当然体力は高いだろうな。矢崎マッスルミ、妖力が高い、攻撃高そう。確かに筋力あるからな。妖力高い、3つ目の特技いい、体力高い、確かにな。まさに名前のごとくか。お、これはあの何回か見かけたけど、まあ阿行だからね、非属性にはなっちゃうからね。レベル上限が34のコーンホムラ。お、なんか雷の全体系か、割とパワータイプというか攻撃タイプだね。またチーム名になっちゃうけども、湯豆腐借りよう。9文字だったらね、前名前出したキックンさんとかね、9かな。で駒川くんもフルで言えたら駒川藤次郎長えからな。ただまだ8文字までだからね。8文字で探したけど、やっぱり長い名前ってなかなかいないんだよな。あ、なんか、あ、かわいい。あー、やった。ゆげさん、トワポン、石沢さん、ブルコンさん、ありがとう。かわいい。あなたたち、かわいい。あ、使おう。かわいい。雪女。いいねー。おや？もののけの修行にいい場所を見つけたの。もののけたちを連れて行ってみましょう。へー、あ、これが育成クエストってやつか。はあ。え、札が必要。はあ。初級はいらないけども。なるほどね。じゃあ、初級クエスト行ってみるか。まだ初級しかね。行けないからな。もののけのいい修行場所を見つかったの。行く行く。で、一旦、あ、お話もあるんだ。もののけが滝に打たれながら修行する場所。あのね、あのね。もののけを育てるのに絶好の場所があるの。行ってみない？食パンを口に加える。どこの曲がり角に走っていくつもりだ？ああ、それ私の番。しかも、あかねちゃんの。お腹空いてたの？さっき朝ごはんに玉ねぎをかじっていたような。辛いでしょ？そのままじゃ。もうその私の朝ごはんあげるから、早く食べて出発しよう。ぶれねえな。まあ、初級だからそんな辛くないかな？で、P さん一旦外れてもらってと。なんだかんだでね。メイン火力と盾。うわ、すごいのいる。わら猫。3、4、5。で、セントスさんをね、回復できるし。氷河。氷術の初段。風爆。特技を封印。極楽。魔法防御低下。全体麻痺する。おー、すごい。いいね。まあ、初級だからそんなきつくないから、推奨レベルがわかんないね。あ、書いてあったかな？それがあるとね、大体何レベルぐらいだったらここはクリアできるよみたいなのがわかるけど、4200。おお、いいね。さすが経験値ダンジョン。ソシャゲだと多いのがさ、経験値ダンジョンとかその類って、あの時間限定で開いてるとかそういうタイプ多いよね。あとは曜日限定とか。1,2,3、みんなもしかしてステータスちゃんと違うのかな。15ウェーブだから一周が早くて、周回しやすいね。基本的に一緒の敵かな。アデマチ、技名がおしゃれよね。この2文字で統一されて、で文字を見れば大体の
内容もわかるし、終わった後のお話も一応あんのかな。あ、そっちは特にないか。じゃああとはやっぱ闘技場だよな。段位11、まあ闘技場はな、しっかりと考えてやった方がいいんだろうけど、行った。ある程度まではゴリ押せるんじゃないかなって。うわー、めっちゃ回復された。強キャラの真ん中にホイミスライムやらベホマスライムがいるかのごとく。回復回復、全体回復技とか欲しいな。でもその分妖力も必要なのかな。なかなかに硬い耐性持ちがあるからな。まあ、また戦闘さんの妖力だいぶあるから、こっちは回復しながらいけるから大丈夫でしょう。オロチは HP 高えな。アロマさんも体力だいぶあるからね。アロマさんの妖力が尽きた。弱点技が湯豆腐持ってるけど、まだステータスが高くないから、まあこのまま押せるでしょう。カチ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 。ふう。現在の段位が30。頂点決戦って今の頂点ってことだよね。一瞬で消し飛んだ。